満月の写真。235mm シュミット、カセグレン望遠鏡を通して見たもの。満月とは、月と太陽の光景差が180度となること、あるいはその瞬間。これを持ちとも言う。またこの時に見られる月の形をも指す。これを、餅月、栄月とも言う。月齢は13.8から15.8であることが多く、 平均では14.8である。月賞は14。退院歴では15日か16日であることが多いので、満月の日の晩を15夜とも呼んだ。満月は、ほぼ日没とともに、東の空に昇り、明け方には、西の空に沈む。にに2015年9月28日の、回帰月食中の満月の写真。満月の時、 月と太陽は地球を間に置いて反対側にある。これが完全に直線上に乗れば月食が起こる。満月の日周運動は春と秋、夏と冬を逆にした太陽の日周運動とほぼ同じである。日没頃に上り、夜半に南中し、日の出頃に沈む。日本では夏は南東から上って低く南の空を横切る。冬は北により、 南中時の満月は天高く位置する。春分、秋分頃は、真東あたりから上り真西あたりに沈む。満月の月小は14である。月齢は月と太陽の角速度が変動するため、一定しないが、平均すれば14.8日である。したがって、月齢、例を1日とする暦では、満月は平均して16日の朝7時頃になる。 このため、中国歴では、伝統的に15日の夜の月が満月とされ、また15日を持ちびと呼んだ。満月の時は、地形がよく見えるほど地上を明るく照らす。満月はしばしば干渉の対象となり、月見が行われた。特に秋の満月は美しく、旧歴8月15日は、日本、中国、台湾、韓国、ベトナムなどでは、特別の日として、 年中行事が行われている。英語圏では月ごとに異なる満月の呼び名があり、米国ファーマーズアルマナックなどによって定義されている。日本でも2010年頃から気象ニュースなどで取り上げられ、特に4月のピンクムーン、6月のストロベリームーン、12月のコールドムーンといった故障が用いられている。満月には不思議な力があるとも、満月の夜には 犯罪が増えるとも言われていて、これを証明するデータも存在しているとされるが、統計的には疑わしく、また基準は全く不明である。2016年11月14日のスーパームーンは、地球の中心から 356,511km 離れていて、1948年以来の近さであり、次の同様の接近は2034年となる。 地球を周回する月の光転軌道が、楕円のため地球と月の距離は変化しているが、中でも地球に最も近づいた時に満月、または新月を迎えることを、スーパームーンと呼ぶ。満月の場合、天文学会では、ペリゲーフル、ムーンとも呼称される。以下、本節では、満月時について解説する。およそ1年に1回のペースで見られるが、 年に数回観測できる年もある。また、特に最接近をして、近地点から前後1時間以内に満月、または新月を迎えることを、エクストリームスーパームーンと呼ぶ場合があり、このような満月はおよそ18年に一度の割合で観測できる。2011年3月19日のスーパームーンでは、地球から最も遠い距離にある時の満月と比較して14%。 大きく見え、30%ほど明るく観測された。もともとは、先生術の概念というのは、誤った概念である。少なくとも、王道12グーと10惑星を基本とする、古典西洋先生術において、スーパームーンの概念はない。ただし、昨今戦術師たちによって、古典西洋先生術をベースとして編み出されている、オリジナル戦法については、この限りではない。 スーパームーンの時には大規模な自然災害や社会的な暴動など不吉なことが起こると一部で騒がれているが実際には潮位の寒暖さが少し大きくなる程度でこれらの関連づけは科学的根拠がないものであるただし深さ4 0トル以内の比較的浅い地点で起こる地震については月の引力により 断層にかかる力が大きくなればなるほど地震が発生しやすくなるという学説も存在する。また、東京大学の研究チームが、塩へ科学し、ネイチャージオサイエンスに発表した研究結果によると、1万件以上の地震データから、調積力の強い時期には、巨大地震の発生確率が上昇することが示されている。これ以降は、 月の出がおよそ50分ずつ遅くなる。エクストラスーパームーンともありがとうございます。